信じたプロレスの集大成を目指し堂々の入場であります。シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー370ポンドセイバー、赤コーナー285ポンドトミーボンバー、和田光平。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。あっとリフトアップ組に行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。掴みます、ブロックします。キチンシンク胃袋攻めです。張ります、行くのか、対角線に飛ばした。なんて言うんですかね、プロっていうのは強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうか、そういうことがないと上にはいけないですよね。あ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。組み合います、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。肩をつけます、肩が上がります。顔面が歪みます、腕を取ります、腕を殺してまいります。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚いこの男のレスリングというものは、まさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。ロックアップ、巻き投げで切り返します。そのまま全体重を預けていった。ロックアップ、逆に投げてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。あっとパンチです。組み合います、返してまいります。逆に返します、相手を挑発してまいります。ブレンバスターに取ります。高々と抱え上げてから前に叩きつけます。さあ粘着質激しいこのサブミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あ、そうですか。張ってまいります、こめかみのあたりを狙ってまいります。逆に倒します、起こします、小脇に抱えます、エルボーで返します。掴んだ、耐えます。行くのか、バット返します。この辺りのグランドサッカーなんですがいかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうかペースに持っていきますからね。あ、そうですか。引き起こす、ブラインバスターで叩きつける、ストンピング、ブロックした、ストンピングを叩き込む、腕を取った、腕を壊しに行った、いけるか、拷問コブラで締め上げる、掴んだ、起き上がりこぼしのラリアット、起こした、バックを取ってエルボーで返す、頭を掴んでガードした、
い、グロッキー状態か。強烈逆エビ固め、ガジェット組み合った、コーナーに振った、ストッピング強烈、立たせていく、小脇に抱えた、あっとそのまま投げ捨てる、抱き起こす、あー危ないですよ、垂直落下か、張り手腕を取った、あっと耐えた、あっとジャブ、ハンマーパンチ強烈、重いですね一発が、逆に振り返した、ストッピングを叩き込む、抱き起こす、あっと落としていった、カウント入る、カウント 2.98、 もう泣いている女の子もいます、あっと叩きつけていった、ラリアットものすごい、気合を入れた、場外に降りる、首根っこを掴んだ、あっと逆にキック、引き起こす、小股に挟んだ、打たせない、すごい音がした、リングに戻ります、腕を取った、腕を殺していった、引っこ抜きか、あっと返した、カウント2つ惜しい、キック組み合った、正面から投げていった、王が入った、立たせていく、王が入る、小脇に抱えた、完全無欠のバックトラップ、そのまま体固め。